だんだんすぐ慣れてきちゃうんだよな、見てると。一回入ってきて、はい、出した。でもだいぶ慣れちゃうってできたんじゃないの。いや、めっちゃ体に力入ってます。え？めっちゃ体に力入ってます。でも2スピードに入るタイミングが速くなってきてるってことは、はい、アクセル上げれてるんですよね、うん、ちょっとこれを頑張って制御していきます。8インチネタだけでいくんだよね。うん、これはこれはね、まずは、うん、はいはい、オジゼロが久しぶりっていうところからですね。ところからですね、いきますか。はい、与田さん、お久しぶりです。お久しぶりです。めっちゃ久しぶりですね。そうです。前回あれ撮影したのっていつ頃です。11月頃じゃなかったですか。11月か12月頭か、うん、12月頭だったと思います。そうでしたっけ、はい。まあ、いずれにしても 3,4 ヶ月ぶりですよ ね、はい。皆さんなんかあれですよね、月2回ぐらい会ってますよね。そうですね。まあこれ撮影の前は、ね、あの電動カーで、はいはい、タイで会いましたけど、そうですね、うん、その前もガガ来てくれましたしね。全然お久しぶりではないんですけど静岡と福井に住んでますけどね。近いもんですだけど、まあね、このエンジンカーのやつは久しぶりの撮影なんで、うん、なるほど、はい、あの久しぶりじゃないですか、はい。で僕ね、はい、実は嬉しそうに、はい、一昨日月曜日からもうね、はい、準備万端だったんですよ、はい、もう完璧に揃えて、はい、道具ももう固めておいて、はい、あと車に積むだけっていうのは月曜日です、はい、こっち向かってきたじゃないですか、はい、途中でね、はい、プロボがないことにまあ何回かそういうのはあります、はい、ありますよね。あの僕も昔全日本選手権出るときに、はい、あの電動バギーの全日本出るときにですね、はいはい、車を会社のテーブルに置いてきて1台 4駆を置いてきちゃったのかな、はいはい、2駆は持ってきたんですけど、はい、4駆がなくて、うん、ないないって言って会社に電話したら、はい、置いてあるぞとで、まあ後から来る人がいたので、うんうんうん、持ってきてもらって、はい、無事走れましたけどそういうことはあります。僕ね、あのお客さんやっぱりお店やってるから、はい、いろんな人来るでしょ、はい、やっぱ月に1回ぐらいはね、はい、しまったプロポ忘れてきたって絶対あるんですよね、はい。でも僕のラジコン人生でプロポ忘れたことって、はい、これが初めてなんですよ、はい、初めて。他は他っていうのは車を忘れたとか。それは案外ね、準備万端 で来るんですね、うん、そうそう。でも今日はワクワクしてきたはずだったのに。多分そうだと思う、そうだと思うだって一昨日から準備したのよ。そうですよね、4ヶ月ぶりですからねいやそうなんですよ。でね、はい、このボディかっこよくないですか、はい、僕シール送ってなかったでしたっけあのすいませんちょっとこれあのね、弁解の、はい、これちょっとね、はい、これちょっとあの弁解の余地はないです。もう全部、はい、あの言い訳はできないんですけど、はい、なぜこうなったかっていうとですね、はい、あの僕生まれて初めて、はい、今回これ81のボディ、はい、ね、単色はとりあえずちょっと塗り分けは難しいなと思って、はい、単色塗ろうと思ったんですけど、はい、あの先日ね、はい、エアブラシを、はい、ね、お客さんにも使わないから高橋さんあげるよって言って、はいはい、僕ね今までエアブラシっても使ったことなかったんですよ、はい、でちょっと変わった白身の色にしたいなと思ってABC から出てるあのエアブラシとかあるじゃないですか、はいはいはい、あれを調合してですね、はい、嬉しそうに拭いたんですけど、はい、初めてじゃないですか、はい、あれ水で薄めますよね。そうそうで薄めないと詰まるからどのくらいやっていいか分かんなくて先に言ってくださいよそれは、ね、そしたら、はい、もうねスーッと塗ってってあうまく塗れるじゃんと思ってて、はい、そしたらねもうね、はい、あのちょっと爪でちょっとやるだけでねもうパリパリっと剥がれてくるんですよ、はい、でこれはやっちゃったと思って、はい、でほらシールとかね、はい、いっぱいいただいてるんで、はい、本当は綺麗に貼りたかったんですかっこよく
もったいないなとシールがだからとりあえずこれはもう、はい、いい勉強になったと思う。でもねちゃんと、うん、ねほらインフィニティってね、うん、インフィニティって書いてあるし。でもね高橋さん、なんすかもうあのマジックじゃないですか、はい、あのエンジンカー燃料がかかるとマジック消えちゃうんですよ。消えちゃいますか。まあこれはあのほらまた吹けば吹いて、まあ、マジック書き直せばいいですか、ね、あそうですね、はい、でここにはちゃんとほらゆるギックスをね、はいはい、あとインドフードとあとクリエーションモデルと全部こう書いてありますので、ついでにここに直人松倉 TV と一応宣伝は入れてるんですね。すいません、あの次の時には、はい、あのちゃんと、まあ、それは塗る時のやつもまた、はいはい、ぜひぜひ紹介していただいて、ね、分かりました、あの色のバランスとかまた言っていただければ、はい、資料はありますので、はい、あのぜひ塗料を使ってください、まあ、それこれちょっとあの、はい、もう言い訳はできないですけど、一応そういうことがあったということで、はいはい、じゃあ皆さんあの、はい、今だいぶね、はい、4ヶ月ほど空きまして、はい、あの声がいただいてたんですけど、はい、あもうこれでオジゼロ終わったのかって、はい、声もあったんですけど、はい、全然終わってないですね、はい、でこれから、はい、じゃあどうやっていきましょうっていうお話を、はいはい、とりあえずここに座ってから今考えようかなと分かりました、うん、思ったんですけど、うん、ちょっと僕から意見言っていいですか、はい、まあ、まずはとりあえずあの終了は2年後の世界選手権、はい、までオジゼロは続きます、まあ、来年ですからね、もう来もう2021年、もう今年20年ですから。おっと何月でしたっけ。10月です、予定としては。じゃあまたもう2年切ってるわけですね。そうなんですよ。なるほど、はい、それに向けて、はい、まあ、例えば今度全日本選手権、全日本選手権とか、はい、ね、全日本選手権その前に2回ありますもんね、世界選手権。そうですね、今年、うん、今年ここで、はい、10月にやった、はいはい、あの1年前に予行練習的に同じような日付で入れてます、はいはい、それを全日本選手権に出てもらって、はい、でまあ、全日本からの世界選手権の出場資格を得てですね、はい、入れればですよね、はいはい、トップ10入れば、まあ、自動で取れますから。なるほど、なるほど、はい、そこまではビシバシいきますか。まあ、でその後プレ世界戦というのもあるんですか、ね、プレ戦はの代わりに何かしらレースはやろうかと思ってるんですけど、プレ戦というかに限定するかどうかはまだ決めてないですけど、あの、まあ、エンジンカーの世界選手権ちょっとルールがとか事前に走れる走れないとかっていうルールがあるもんですから、なのでプレ戦をやる意味があるのかっていうことにもなるので、まあそうじゃなくてもレースを去年の ANC とか含めて、まあ全日本選手権やってるとかそれなりの格式のあるものをやっていれば別にやらなくてもいいところもあるものですから、まあでもレースはもうすぐ一応4月にですね、はいはい、OS チャレンジ一応やる予定でいますので、はい、まあそれ出ていただいて、はいはいはい、人生初の81レース対決しなきゃいけないですから対決なんですか、あのあれ三浦さんでもスポーツクラス出れないんですよね。僕であの出れないんで僕ね、はい、前出るよって言って、はい、オープンクラスにエントリーしましたよって言ったら、はい、三浦さんが、はい、スポーツの方がいいんじゃない、はい、って言われて僕わざわざ、ね、スポーツに変えてもらったんですよ。いや聞いてますよ僕もあの何十年も多分もういいんじゃないですか。ですよね、スポーツね多分ね、はい、あの高橋さんとの対決ですから。あそうですね、はい、そうですね、対決にはちょっとなるかどうか分からないですけどまあ精一杯、ね、はい、あのやらせていただこうかなと、はい、でこれまでシリーズで、はい、あれ20回ぐらいやってますよね、はい、でとりあえず、はい、本当にゼロから始める人向けに、はい、なるべくね基礎的なもう基本的なことだけを、はい、教わってきたつもりでいるんですね、はい、例えばエンジンのかけ方であったり、うん、アライメントの取り方、はい、まあ、本当に基本的な、まあ、燃焼、はい、本当に基本的なクラッチの初期調整、はいはい、っていうのを習ってきたんですけど、はい、どうですかね、あんまり最終的にはねこれ多分、はい、肌で感じてるのが、はい、自分でどんどん経験していかないと、はい、最終的な詰めの調整って多分できないのは、まあ、感じてるんですね、うんうん、このラジコンカーって、うんうんうん、最初アナログのところが非常に多いんですよ、はい、数値化できてないところが、うんうんうん、キャンバーとか、うん、ジオメトリーっていうのは、うんうん、ある意味数値化できてるので、はい、同じものは作れるんですけど、うんうん、エンジンの調整と、はい、クラッチの最終的な部分っていうのはどうしても勘になってきちゃうので、でそれはやっぱ自分がいろんなやっぱエンジンカー見てた中でも、うん、やっぱエンジンの調整はオンロードにしてもオフロードにしてもどうやってやるんだっていうことはやっぱ聞かれるんですよ、うん、でまあ、僕の流れ の、 その目安的な測り方をまあ今回
紹介できたらなと思ってます。それはそれはあれですか、僕みたいなあの素人が聞いてても、はい、分かるような感じで。そうですね、分かるようにどうしたらいいかっていうのをずっと考えてて、結局うちのドライバーにしても初心者が多いですから、はいはい、エンジン調整できない。エンジン調整ですね。でそういった人間にも分かりやすく、はい、こうやだからどうやって調整してるのかっていう目安をやっぱある程度僕なりのやり方をちょっと教えてくれたなと。それは嬉しいですね。じゃあ、単純に、まあ、いわゆるニードルの調整ですよね。そうですね、はい、の考え方のもうちょっと追い込んだところとか、そうですね、はい、あとどうでしょう、二足もやっぱ難しいですかね。二足はね、はい、でも結局最終的にどうやって調整してるのは、うん、まあコースに置くしかないんですけど、ただ置くまでに、うん、そのまずは耳で最初に変わってるか変わってないかを聞き分けるところがないと、はいはいはい、あの何回置いてもダメな時はもう、あの調整幅が、うん、広いようで狭いんですよね、実際のところ。ただそこの領域に入るまでが、うん、全く外れてる人とか、うんうんうん、ちょっとずつちょっとずつやってても合わしきれないんで、はいはい、そうすると浮かした状態で音で聞き分けて、うん、入ってるか入ってないかっていうのをまず聞き分けて、それで入るようになったところから置けば調整はできるんですけ ど, ど、まあ、置くまでにまずある程度確認を、はい、あの2スピードってププーンっていう音が出るようにまずすることが先決で、だからまあエンジンもそうなんですけど、その基準点をねどうやって見つけるかが最初のポイントかなとは思ってはいるんですよ。その見分け方とか考え方なんかをじゃあ皆さんのやり方ので経験でちょっと教えていけたらなと思ってます。それはあれですよね、僕にとって一番多分ね、一番こう宇宙だなと思うのが、はい、クラッチじゃないかなと僕は思ってる。そうでもないですか。今はだいぶ、はい、その、うん、とりあえず走るまでは、うんうん、ある程度のところまでは、うんうん、例えばこのサーキット、うん、まあ、早い人で13秒台に入るようになってるんですけど、あの世界チャンピオンの高畑君とか直人とかのクラスであれば13秒台に入ります、はいはい、普通の人であったらやっぱ14秒台に入れば、はい、そこそこ速いから、まあ、相当速いですね。で皆さんやっぱ15秒の壁っていうものを全上下してる人たちが多いんで、まあ14秒台に入るまではある程度のそのクラッチっていうのは普通のところでは、まあ、そこまでナーバスではないと思います。ああなるほど、はい、それで十分ですわ。なのでそこまではまずできるように、はいはいはい、で逆に言うとそれにね気を取られすぎちゃって走るのがつまんなくなってもしょうがないので、ある程度走れるところまでっていうのはあの簡単にはある程度数値で、うんうん、言っていけるので、うんうん、それ以上になった時にじゃあエンジンを回したい、ま、うん、回る回らないっていうところになると実際クラッチの重要性っていうのはあるんですけ ど、そこに関してはもうある程度勘のところもありますし、うんうん、ただどうやって調整してるのか、うん、あのまあ、僕なりなり、うん、あとはその、世界戦で TT ってダリオ、はいはい、まあ、彼なんかがどうやってやってるのは、うん、まあ、いろいろやっぱいろんな人のやっぱクラッチ調整は僕もいろいろ見てるんですよね。だから参考にして、うん、あこうやってるんだなとかそういうところは見てるんですけど、はい、まあ、教えられるその数値、うんうんうん、分かりやすくできるところまでを教えられたらなとは思ってます、まあ、最後のね本当の追い込みのあたりっていうのは本当に、ね、経験っていうものを積んでいったり、はい、実際自分のドライビングもその領域に達しないと多分必要ないものでもあったりするのかなと思うので、まあとりあえずまだねまあ言ってもまだ多分ね15タンク走ってないでしょ多分。そうですね、まだね実はこれだけやってるんですけどね。なのでまあそこは自分でおいおいね経験していきたいなと思ってますんで、基本的なところはねやっていっていただ教えていただけるといいかなと。でまあそういったなんだろうティップス系のものっていうのもそうですし、はい、あと例えばね、はい、三浦さんと、はい、まあ、81をね、はい、握る姿なんかもね撮らせていただきたいなとかですよ、はい、あとゆるぎさんね、はい、あのゆるぎ肩着じゃないようなね、はい、人が実際こういろいろまた教えてもらう機会があったりとか、はい、動画に出演してもらう機会みたいな、はい、そうですね、そういうところで、うん、あのまた別のやっぱ世界チャンプピオンのメカニック別 の、ね、あのライバルでありながら、はいはい、あのよき友でもあるんですけど、はいはい、まあやっぱ彼 の、 その調整っていうのもすごい上手ですし、うん、逆に言うとそういった人の意見も聞きながらどうやってるのかなっていう部分を含めて
見ていったら面白いかなと思います。僕はあれですよ、こんな素人がダブル世界タイトルメカニックに挑戦してもらえるんですいや別にそれは贅沢ですわ。いや全然はい、別にそれは悩んでるんだったら言ってもらえれば、はい、いる時であれば、はい、全然教えることは何も問題ないですし、はい、特に秘密とすることはないのないので、まあ、走れないのがね、やっぱ、うんうん、エンジンカー皆さん買ってもらって、うん、エンジンかからないっていう人たちがほとんどで、うん、そのままタンスに入っちゃう、あとは中古屋さんに並んでしまうっていう車がほとんどですから、はい、初めての人多いですから、うん、そういった人を極力減らして、うん、いかにこうやってサーキットに、ね、来てもらえるかっていうのが僕たちの目標でもあるので。なるほど、はい、まあ、僕の目標としてもやはりこうやって動画で情報提供をしているからにはですね、はい、ただ僕が嬉しそうにね、はい、走っているところを見ただけです。やっぱりねそれは情報提供ではないと思うので、はい、まあ、少しでも視聴者様にですね、はい、見てためになったという様子を取り込んでいきたいなと思いますので、はいはい、すいませんがじゃあシーズン1終わりで、ここからシーズン2ということにしますね。はい、シーズン2で、はい、これからね、スタートしていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、Facebook もやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。はい、ありがとうございます。OK ですか。はい、完璧ですね。完璧ですよ。